カイツはい、ケーキャーライフです。今日のご家主はファミリーマートのお母さん食堂でね、ちょっと具材買ってきて、今からね、炊き込みご飯をしたいと思いますけど、今日やってる具材は、なんとこれです。ポテッチャン、絶対のね、これを使って炊き込みご飯をしていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、お米もね、準備してあるので、まずこれをね、入れていきたいと思います。美味しくできるといいですね。冷凍なので多分このままポンって入れます。うん、蓋をして、赤いランプがついたので、多分1時間後に多分炊飯炊けるので、それまでカットします。で、今日はお母さん食堂のポテッチャンにカッツ。はい、緑のね、ランプがついてるので、1時間経ったので今帰っていきたいと思います。どんな感じにやってるかな、出てるかな、楽しみです。はい、開けます。オープン。あー、こんな感じですね。おー、うまそう。はい、今からね、食べていきたいと思います。めっちゃうまそう。なんかね、おこげもいっぱいあって、うん、うん、あ、こてっちゃんも柔らかくて、うん、結構美味しい。なんか甘みもあって、食感もあって美味しいですね。うん、完食しました。結構美味しかったです。お腹も満腹になって、やっぱね、てっちゃんこてっちゃんはマジうまい。あれはこう、あの炊き込みご飯最高にうまいです。うん、でもね、あのニンニク醤油味がね、ついててね、結構パンチが効いてて美味しかったですね。はい、でまたね、他のね、炊き込みご飯なんかやってみ、コンビニでね、なんかやってみたいね、考えているので、応援の方よろしくお願いします。はい、今日の動画は以上です。ライトキャライフ、チャンネル登録をまだの方はぜひ登録していただいて、経験ないのでどんなことやってるんだっていうね、見てもらえれば光栄です。あと高評価の方もよろしくお願いします。あと僕たち SMS もやっていますので、登録の方をよろしくお願いします。じゃあ動画終わります。